もみの木ありましたね、こちらもみの木です。はい、これね、じゃあ母さんぐーっと上に向けて、はい、これがねすごいで20メーター以上、20メーターって書いてあったけど、30メーター近くありそうですね。すごいね、大きいね、大きいね。ただ周りね、あの樫とか松とか隣イチョウですけど、非常に密に植わってますんでね、枝なかなか広げられない状態で、クリスマスツリーみたいなね、綺麗な形にはちょっとなってないですね。ね、周りとの競争ですね、これはね。周りの樹木との競争で、こんな感じでね、頑張って生きています。あ、そっちにもあるみたいです。はい、大きなもみの木です。立派ですね、樹形も形も美しいですよね。これ一番綺麗だね、なんか樹形が美しいですよね。こんな感じ。はい、おお、本当だ。まあ、クリスマスツリーっていうとね、ヨーロッパの方ではね、ヨーロッパモミが、ね、有名だそうですけど、日本ではね、やっぱりこのモミ族のモミですよね。あ、違うんだね、種類がね、やっぱりね。同じモミ族だから、まあ、似たようなもんっていうかね、同じ仲間ですね。植林植えたのか、それともね、自生してた実生がね、育ったのかは分かりませんけど。イメージ的にもっと葉が茂ってるイメージがあったけど、クリスマスツリーのイメージだから。うん。そう、やっぱそうでもないんだね。そうだね、小さいのだとそういう形になるのもあるんだろうけれども、もうここまで大きくなると下の方は光が当たらないからね、葉っぱが枯れてしまって、なるほど、どん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 上の方だから光の当たるところしかね、基本的に葉っぱがないと。はい、母さんどれだか分かりますか。あの正面のでしょうかね。だんだん分かってきた。そうそうそう、これ、これですね。おっとっとっと、綺麗ですよ。今までで一番綺麗かな。これね、じゃあちょっと上をぐーっと、これそうだよね。だな、もみの葉っぱしてますね。はい、もみはね、日本で全部で5種類あって、もみはマツ科のもみ属で、世界にね、全部で40種類あるっていうことです。あ、そんな種類あるんだ。で、ね、日本にはね、5種類自生していて、もみ、裏白もみ、白びそ、大白びそ、トドマツがね、確認されています。トドマツももみの仲間。トドマツって言ったらね、北海道にね、自生していますけど、エゾマツとかもある、北海道、エゾマツ、トドマツなんて言ってね。ただ、エゾマツの方はね、もみ族ではないんですけど。あ、違うんだ。で、大白びそっていうのはね、青森トドマツ、別名は青森トドマツって言って、樹氷になる樹木です。樹氷って言うとほら、蔵王とかのね、樹氷、我々山形に長いこといましたんで、ね、蔵王の樹氷をね、何度も目にする機会ありましたけど、大白びそ、青森トドマツね。あと白びそっていうと、日光白根山とかにも登りましたけど、標高のね、高いところにね、たくさん生えてます。だから高い山登山した時にはね、白びそを目にする機会があるかと思います。逆にね、もみの木は標高がね、比較的低いところにね、自生していますので、まあ、その分ね、伐採とか、その分木材利用とかで伐採されやすくなってしまって、年々少なくなってね、杉ヒノキみたいにたくさん植林されるわけではないので、年々少なくなってね、今ね、もみの自然林などがね、少なくなって非常に貴重な状態になっています。はい、はい、ではね、もみの葉っぱ落ちてるか見てみましょう。ね、こうやって見るといろんな葉っぱ落ちてますよね。カシとかね。あ、それカシね。これ杉ですよね。で、これヒノキとかサワラっぽいですよね。これどっちだ？これ Y って書いてあるから、これヒノキだね。で、もみの木ね、ここ枝落ちてますね。これ、ほら、クリスマスツリー入り、ね、メリークリスマス。あ、本当だ。ちょっと丸みを帯びてるんだね。松とかよりね。で、可愛いのが落ちてましたね。本当だ本当だ。これだこれだ。まあ動物とか虫にかじられて落下したのか、風でね、パキッと折れて落下したのかわかりませんけど、可愛いものが落ちてましたね。で、上もさ、ちょっとズームして葉っぱ見てみて。あ、松ぼっくりみたいな実ついてるね。見える？あっちの右側の方。右側。ああ、これか。ある？これかな。
あるあるこれ。高いとこ。うん。あったあったあった。ね、実もついてますね。じゃあ、あの、まずぼっくりみたいな実落ちてるかどうかちょっと見てみましょうか。はい。これですね。はい、これもみの木の枝です。もうだいぶ落ちてから年数経ってて、朽ち果ててますけれども、ほら、綺麗な穴開いてますね、これ。ね、ここも。本当綺麗だね、うん、ドリルで開けてみて。針葉樹なのにね、こんなに虫が入るなんて私もちょっとびっくりですね。はい、もみぼっくりを探していますがなかなか見つかりません。これもみの木で、ここに若い芽が出ています。そしてずっと上に行くとね、あの辺に実がなっています。これですね、これです。これを探しているんですが数も少ないですね。はい、ここにね、立派なカシノキありますね。ほら、どんぐりすごいよ。イチョウの始まりってカシノどんぐりだね。はい、これすごいですね、どんぐりね。もうどんぐり拾いっていうかね、こうやって取れちゃう。どんぐりすくいだ、どんぐりすくいだ、ほらすごいね、これね。はい、ではいかがでしたでしょうか。自然にね、自生しているもみの木ってね、いろんな形があってね、非常に興味深いです。ではこの動画が良かったと思ったら、ぜひチャンネル登録と高評価ボタンお願いします。ご視聴ありがとうございました。さよなら。